アルタイ人はアルタイ共和国を中心とし、アルタイ地方やケメロボ州などに居住している、旧六系民族である。全人口は7万ほどと見積もられ、うち6万4000ほどがアルタイ共和国に居住している。現在、アルタイ人はアルタイ共和国の人口の31%をしか、なしていない。ゴルノアルタイ人とも表記される。 民族集団として確立したのは10月革命以後。アルタイ人と同一のエスノニムに、テレウト、テレ、テレンギット、ヤマノカルムイク、シロカルムイク、カジアタタール、オイロートなどがある。人口は約7万人で、トゥバラル人、チェルカン人、クマン人人、アルタイキジ人、テレンギト人、ゴルノアルタイ人、ハッカス人など、複数のトュルク系所属からなる。民族フィシュから、 南北のグループに大別される。人種はモンゴロイドを基盤とし、高カソイドが混じる。遺伝子は、イ陰謀語族系ハプログループ R1A が40から50%の高頻度で、ついで、アルタイ系のハプログループ C2 が15から25%で、ある。ハプログループ N やハプログループ D なども低頻度ながら見られる。山がちの地形により、比較的古いタイプも残存しており、 歴史的経緯から、モンゴロイド系、コーカソイド系の双方の多様なハプログループが見られる。アルタイ人は金属加工に長けその歴史は紀元前2000年期まで遡る。18世紀、アルタイ人とロシア帝国時代のロシアとの接触が始まった。今日、多くのアルタイ人はロシアのウォッカに病みつきで、彼らはウォッカを炎の水と呼んでいる。 アルタイ人はもともと遊牧民で、狩猟野牛、羊、ヤギの放牧を営んでいた。17世紀頃からのロシア帝国との接触のうちに、定住するようになった。特に北側グループは、トナカイの飼育や狩猟、採集を主とし、南側グループは、農耕と牧畜に従事した生活を営む。一部のアルタイ人は、伝統的なシャーマニズムを保ち、 他は19世紀半ばあたりから、ロシアの影響を受けて、東方正教に改修した。1904年、ロシアの植民地政策に反発してか、悪ジャン、または、ブルハニズムと呼ばれる新しいシャーマニズムに転向する宗教運動が発生した。1917年、ロシア革命の発生に伴う混乱に乗じ、 アルタイ人は自分たちの土地で独立してオイロートと呼ばれるブルハニズムの共和国を建てようとしたが、彼らが支持したメンシェービッキは、ロシア内戦で負け、1922年、旧ソ連の行政区画に組み込まれ、オイロート自治州が設けられた。1948年には、ゴルノ・アルタイ自治州と解消された。その後1991年になって、アルタイ族の居住する地域の一つが、 アルタイ地方から分離して、自治州から共和国に昇格し、ゴルノアルタイ共和国となり、同年末のソビエト連邦の崩壊に伴い、1992年にロシア連邦内のアルタイ共和国となった。ありがとうございます。